メンタリストの DAIGO 35個が31日までに自身のツイッターを更新。少年革命家を名乗る不登校 YouTuber のユタボン13を称賛した。クラウドファンディングで資金を調達し、スタディー号で日本一周中のユタボン。日本各地で不登校児と触れ合い、夢や希望を与える活動をしている。だが、動画内での言動がたびたび炎上し、連日ネットニュースとなるなど高い関心を呼んでいる。DAIGOはこれについて、ユタボンさんのすごいところは、登録者がそこまで多くないにもかかわらず、登録者が多い YouTuber 並みに定期的にニュースになることと投稿。アンチもフォロワーも広告収益になるビジネスとしては、うまい広告戦略ですよね、と称賛し、少なくとも彼も叩く人よりは賢いのではないかと、と私見を綴った。